1848年創業の老舗メーカー、オメガ。ブランドウォッチの中核として君臨し、日本でも幅広いファンを持つブランドです。社会人となった自らの象徴として、何かを成し遂げた記念の証として、人生の様々なシーンで、あなたの傍らで、静かに時を刻む存在、オメガほど人生を彩るにふさわしいアイテムはありません。このモデルは、SS ケースのメンズ、1969年製造のヴィンテージ時計です。ダイヤルはシンプルなシルバーカラー。放射仕上げの高級感のある文字盤です。インデックスはアップライドのバーインデックス。ペンシルハンドとのコンビネーションで、視認性も、よく、端正なフェースとなっています。リューズは、オメガマークがしっかり刻印されています。ムーブメントは、自動巻きキャリバー565を搭載。精度も良く、安定感のある機械ですので、安心してお使いいただけます。ブレスレットは社外製ですが、3連のスタイリッシュなブレスレットで、このモデルによく似合っています。アンティークの入門機としても最適です。嫌味のないシンプルな時計です。コンディション。ダイヤルは特に目につくシミなどはありません。針は軽く経年変化しています。ケースも軽い小傷程度で目立つ大きな傷などはありません。プラスチック風防は特に視認性には問題ありません。ベルトは社外製の SS ブレスレット。最大 19.5 センチ前後です。操作方法。ルーズでゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。二段引き出すたびにデイトがチェンジします。日差。タイムグラファーで計測してプラスマイナス30秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。サイズ、ラグ幅18ミリ、ケース径は約 34.5 ミリ、ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約40ミリ、厚さ約11ミリのメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。